どうも、かなちゃんです。えー、僕は、えー、競馬を見ている時に感じる、あの、まるで小学生時代の遠足、えー、に行く日のようなワクワク感を伝えたいと思い、えー、この動画を撮って馬券術を発信しています。えー、今回は馬券師だけが持つ一つの思考についてお話をしていきます。これを理解していれば、あなたは感情に流されずに勝ち続けることができます。そうなることで、 その稼いだお金で、あの好きな人や大切な人に、高、え、級、ー、料理を贈ることができ、あの、大切な人の8切れんばかりの笑顔を見ることができます。しかしこれを理解していないと、あなたは、一回の、えー、馬券の勝利だけで終わってしまいます。では、そうならないために、知るべき思考とは何なのか。それは、言いますね。 それは、結果が出た時こそ謙虚になる。ちょっと勝ったからって、当初買う予定のなかったレースで遊んでみるかという馬券を買わない。馬券の継続的中はこれにかかっている。というものです。馬券で、えー、勝ってしまうと、自分が、えー 今、手元にあるお金が増えてしまうため、えー、ちょっとま、このレースも遊んでみようかなという気持ちになってしまうことがあると思います。僕は実際やりました。これで何回も損してきました。えー、塵も積もれば山となるというように、ちょっとの、その遊んだレースでの巻きは積み重なっていって、どんどん結局大きな負債になってしまいます。これではあまりに、えー、せっかく馬券を当てた時の適中分がもったいないです。なので、あなたは今すぐ、 結果が出た時こそ謙虚になる。ちょっと当たったからって、当初買う予定のなかったレースで、遊んでみるかと言い,い、馬券を買わない。馬券の継続的中はこれにかかっている。というマインド、という心持ちで馬券に挑むようにしましょう、えー。今回も聞いてくださりありがとうございました。失礼します。えー、今回、えー、動画をご覧になっていただきありがとうございます。 えー、僕は、えー、一人でも多くの人にこの競馬を見ている時に感じる小学生時代の遠足に行く日のようなワクワク感を最れ馬券術を発信しています、えー、今回あなたは、えー、現状を何とか良くしたいという思いで現状を少しでも良くしたいという思いで僕の動画にたどり着いてくれたと思っています、えー、僕の予想術の全貌を、えー、下記のブログにて発信しておりますので、えー、ぜひ僕独自の、えー、馬券術をまとめた無料の電子書籍を 今すぐ動画を見て意欲は高まっている今が一番いいですので、ぜひクリックして、書きリンクよりブログをクリックして、受け取ってくださ、受け取ってください。失礼しました。すでに予想術を受け取ってくださったかは方からは、えー、目から鱗ろこでしたとか、これまでにない考え方でしたといった声をありがたいことに受け取っています。えー、この動画を見て、えー、電子書籍の獲得に走ってくださる方もいると思うんで、あなただけが、 え、ブログをクリックせず、他の人は勝ち組になっている中、あなただけは負け組として置いていかれないようにしてください。え、では、今回もありがとうございました。失礼します。